はい、こんににちは川田ですす朝買い始めまま1月13月日日金曜日になりましたこのコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しております。昨日は CPI の数字が出て、まあ、結果的には上がってくれてよかったんですねで。あと一方ですね、このディズニーにアクティビスト、ネ,レネ,レネルソン・ペレッツという人がまあ株買ってですね、あのまあ、 ガンガンやるというようなことが報道されてまして、まあ、これも、これも少しやってみたいと思います。まず最初にですね、えーと、マネックス証券で私はセミナー2の講師を務めます。1月19日木曜日20時からです。で、まあ、あの、朝練、保険証券マンのためのマーケット日経読み方講座、これは今からやります。金曜日ですよね。で、8時45分からです。 でえーとまあ、あとはですねえ、人生を豊かにする日経の読み方、これは土曜日の朝9時に、えー、やっておりますで。これはどちら様もご参加いただけます。PTX でお申し込みください。メルマがやってます。であとはですね、メディア出演ですけれども、まあ、あの日経 CNBC 終わりましたんで、今度は来週水曜日にストックボイスに出てまいります。でマーケットですけれども、まあ、結果的には上がってくれてよかったですね。数字が出たあとは、CPI ナンバーが出たあとはですね、 なんか気まよい気分でテレテレしてたんですけども、ダウだけちょっと高かったかな。まあ結果的には、こう、引けにかけて、プラスになったあの。ラッセル2000、小型株がですね、2%も上がってる。それから半導体指数も上がってるということです。まあ月間では、まあいいとこ来てるという感じですね。まあ、ただし見てたのは、ナスダック100は、ナスダックはですね、5%ない以外、月間上がってますけども、これでですね、12月の下落率が、 9%ない害もありましたから、やっぱりまだまだ埋まってないというのに気づいております。で、これが 3983SP500 です。で、これが年初来、まあ、去年の年初からの波形です。で、これが日々の足ですが、まあ、11459というナスダック100はですね、どっか11月の12月、まあ、どっかここら辺ですかね、12月の15日、6日ぐらいなんですよね。 あこれはちょっと飛ばしますで、昨日 CPI ナンバーが出ましたですけども、えー、と前,年同月前年同月比で6.5%、えー、フード,とフードエナジーを除いたら5.7%、ね、5. 7これ着実にこう下がってきてはいるんですよね。で、昨日の CPI ですけども、6.5%を前年同月に鈍化と。 前月比もマイナス0.1%でしたですよね。2年,ちょ2年半超ぶりにマイナスということで、えーっと、あとはこれで大体予想と一緒だったというようなことが言われてますよね。6月9.1%がピーク、81年11月以降で最大の伸びを記録していたというのがこれが6月の9.1%です。あとなんですかね、えーっと、このバイデンさんが私の計画が走行している証拠だと。 思惑通りだというようなことで歓迎したっていうようなことになってますよね。個別で見ると、ガソリンが、0. 9 4。.4% 下落前月比えー、っと11月の2%下落から下げが加速っていうようなことを書いてます。ただし、その後はですね。えー、っと、これは12月の数字ですから、少しあの下げ止まってるし、あ上がってるのもあるんですよね。天然ガスは急落しました。ですけどもこの時はですね。3%上昇。 ということを言ってますから、あとは食品が0.3%上昇、まあこ、こんなようなことなんですよね。で、まあ、グラフで見ると、こんな感じ、卵、燃料、それからバターマーガリン、ここら辺があが前年同月比ですか、ずいぶん上がってるんですよね。で、えー、っとエナジーが7.3%上がってる、オールアイテムは6.5%、これは先ほどの。で、まあ、下がってるのはというと、テレビ,テレビ、えー、中古車、トラック、コンピューター、スマートフォーム、 アシスタンツっていう、これなんですかね。で、自,自動車、まあ、こういうのは下がってるという格好です。で、まあ、同じようなことですけども、えー、っと、これガソリンですかね。アンレンデード、無塩、レギュラーガソリン、ニュービークル、新車、ユーストカー、中古車とトラック、えー、カーレンタルズ。 ファブリック・トランジット・公共交通というのがこ,れ、まあ、こういう感じで下がってきているということです。で、ビックス指数ですけども、20割りましたですよね。まあ、これがどういう意味を持つか、18.83ということなんですけども、ただ、去年の一昨年か、まあ、マーケット上がっているときは20以下なんで、まあ、これが今は20割ってきたのは久々ですかね。まあ、これがいい意味で株価に響いてくれればいいんですけどね。で、これがナスダック100ですが、11459ですから、 まあこういうところから少し上がってますけども、12月の高値のところにはまだ行ってないと、去年の8月にはですね1万3500を超えてたのに、こう,こういう感じで下がっているという、まだまだまだあります。で、これが全米個人投資家協会の週に一遍の改定ですけども、これが、要はね、ニュートラル、中立がですね増えてるんですよね、最近は。あと、まずディズニーですけど、ネルソン・ペレツっていうこの80歳の,おあの投資家。 あのいろんなところに登場してきてる、バロンズでもですね何回も取り,上げてと取り上げたことあります、こ,のこういう感じの人。で、えー、ネルソン・ペレツ、まあ、大富豪もいいところですよね、11種ファミリーということで、1942年生まれですから、えー、80歳になって、まだ80歳になってるのか、というビリ,ノビリオネアレージ状、ブルックリン・ベッカムの妻とか。 こういろいろ出てきますけども、この人はですね、アーリー・ライフ・アンド・エデュケーションってこういろいろ書いてますけども、まあ、も,うもうすでにアメリカ来てたんですよね。ただ、ものすごい成績優秀でっていうようなことなんですけども、ワートンスクール、UPenn、ユニバーシティ・オブ・ペンシルベニアの経済学部っていうんですかね、アンダーグラデエット・プログラム、あと学部のワートンスクール、経済学部に入ったんだけども、ドロップ,ドロップアウトして、えー、まあ要は、あの 卒業しななかったとっいううよことで,すで、す、まあ、そなようなこと書いてますで、えー、これがですね、えー、っとちょっとディズニーを SP500 で割ったと、たまに僕も見せてますよね。つまり、60年代こうこういう感じの時はですね、ディズニーの方が SP500 よりも圧倒的に上回っていると。アウトパフォーム。しかし、94年からはですね、99年か。この辺からはですね、割り負けしている。しかし、えー、僕はアが出てきた2000年ぐらいからですか、えー、もう強烈にですね、 えとまあ、アウトパフォームしだしたんですけども、えー、2015年ぐらいをピークに、またあの負けて、負け始めているということで、えーまあ、SP500 と過去30年見ても、ですねちょぼちょぼという結果的にはですね、いうことなんです。で、えーまあ、物言う投資家、ペレス氏、ディズニーの取締役の座を狙うということですよね、えートライアン。トライアンファンドマネジメントは12日に、ペレス氏の米メディア、 ウォルト・ディズニー取締役専任を目指して関係書類を SEC に提出した。アクティビストのペルス氏が率いるトライアンドファンドマネジメントは、あ、これいいや。ペルス氏は後,後継計画の失敗やストリーミング事業の損失拡大、21世紀フォックス買収の、えーまあ、めちゃくちゃ高いと言われているんですよね。危機にあるディズニーの立て,立て直しを狙いとしていると。ペルス氏の動きは、一旦は引退後に2度目のトップとなったボブ・アイガー氏への 重大なな挑戦とととるいうことですディズニーは、寄りつき前の時間外取引で1%超上昇しましたけども、引けどうだったですかねで、えーっと。ディズニーは年初来34割近く下げてるって言うんですよね。で彼らは、このファンドはですね、えー、約1千数百億円、200億円ぐらいのディズニー株を、まあ、保有しているということです。で、えー、っとこれがトライアン・パートナーズのですね、えー、っとプレゼン資料なんですよね。ネットに転がってたんですけども。 リストアー・ザ・マジック、11月11日の日付です。で、まあ、これがええディズニーの株価なんですけども、95ドル、今日96ドルぐらいですか。で、えっ、ー、と、これがですね、2008年、えー、と8年ぶりの安値にあるということを言っているわけです。どうしてんのかっていう感じですね。で、ここで言ってるのはですね、トライアンパートナーがえっとボードに入った、つまり取締役として乗り込んだ会社はですね、年率平均でですね、 年率で900ベーシスポイント、9%ぐらいあのシェア、トータルシェアホルダーバリュー、レベニューってね、トータルシェアバリューかな、が増しているというようなことを言ってるんです。リターンですね。えー、つまり、SP500 よりも、えーとまあ、年率9%ぐらいあのパフォーマンスがいいよっていうようなことを言ってます。で彼らがここまでに、これまでに乗り込んだ会社はですね、これユニリバーかな、モンデレーズ、P&G、G それからペプシコ、まあ、これハインツ、まあこれでまあ、いろんなところがあります、このインベスコ。さここのインベスコはですねバロンズでも出たところですよね。で、えっと、それからですね、で、これは PG のケースが出てたんですけども、PG はですね、えー、プロクターギャンブルをオーバー・ホールド・イッマートリックス・メイトリックス・ストラクチャー、つまり組織改変、うんぬんうんぬんとやってですね、シェアホルダーバリューを格段に上げたということを言ってるんですよね。トライアンがインベストしたのは、 えと2016年11月ですかにかあの乗り込んだんだけども、えー、投資したんだけども、その後どんどこどんどこどんどこ、まあ、あのか業,あの業用が改善して、ですね、まあ、シェアホーダーに多大な価値をもたらしたということを言ってるわけですよね。で、ケーススタディとして、ハインツ、デュポン、PG、まあ、あのバロンズなんかでもあのよくこれ取り上げられてるんですよね。で、まあ、あディズニーのトータルシェアホーダーリターンは、 コンシステント、コンシステントでアンダーパフォーム。えー、ずっと恒常的にですね、えー、とまあ負けてるよっていうのを10年、5年、3年、1年ですか。というようなことです。で、えっ、ー、と、ここで言ってるのが面白いのはですね、えっ、ー、と、ボブ・アイガーがですね、過去22年いるんだけども彼は、彼が在籍、在任中にですね、ディズニーのトータルシェアホルダーリターンは270%って言いますから、 えー、2倍、3.7倍になったっていうんですか、その間ですね、えー、SP500 はです、ね、これ、4.3倍になってる、だから、えー、63%負けてるじゃないかと、まあ、こういう感じで、ですね、えー、このアーノルドなんとかっていう、これ取締役が在任期間、16年、7年、7年、こうずっといる間に、あんたが取締役の座に座ってる間に、いくらバリューを喪失したんだいということで、こずっとマイナスバリューじゃないかいっていう。 一方、SP 買ってりゃこれだけというようなことを言ってるんですよね。ここら辺がなんとも面白い。時価総額、これ、今20兆ですけど、これ、半年だって 20, 20兆ですから、一時30兆円、トヨタより確かでかかった時期もあるんじゃないかと思うんですよね。これに対して取締役一人一人に超えても責任をこあの追求するというところがですね、アメリカの資本主義だなと思っております。で、えー、っとあとはですね、えーっと、いつものところですが、10年、2年の 金利ははでですすねここはあんまり変わらない CPI 出たんだけども、最初、気迷いでどう解釈するのかなということだったんですけども、落ち着いて気がつけば、ですねそれほど変わってない、ただ為替はです、ね、ご存知のように128円台、一時突っ込んでるんですかねで、これが10年3ヶ月ですけど、これもっと深掘りしてるんですよ、すごい、本当に。まああ,のあととははですね、えーっとまあ、あとはこの こんな感じで、このフィラデルフィアのハーカーさんとリッチモンド連銀ンンのバーキンさん、この二2人のコメントが、昨日なんかは注目されてましたですね。で、実際はですね、2月1日に FOMC で政策決定が,がありますけれども、まあ、これ見ていただきますと 96.、96.2%って言いますから、ほぼあの満票で、間違いなくですね、ポツ2号の利上げになる、まあ、ポツ5じゃないということですよね。で、一方ですね、これ7月時点ですけれども、 えっとこれ5%、ここが4.75ですから、つまりここでポツ25を上げるとです、ね、あともう1回、えー、ポツ25を上げて、一応、終了かなという感じが、今の、えー、CME のフェドウォッチから伺える数字です。あとこれがあの、ハーカーさんはです、ね、この人は FOMC の投票,投票権を持ってるんですよね。で、ポツ75を引き上げるう局面は確実に過ぎ去ったとっいう,ようなことを言ってます。 で失業率は今年は約4.5%、今3.5%でしたっけまで上昇して、その後2年間に4%に低下するだろうというようなことを言ってますですね。あとこの、この人はあの投票権持たないんですけれども、えー、バーキンさんは正しい方向に動いている、より慎重に舵を切ることができるというようなことを言っております。で、これが10年の,あの期待インフレ率で、そこはあんまり変わってない。えー、っと、実質金利も若干下がってるけれども、まあ、まだ。 ここんなとこ同じレベルかな。5年の実質金利もこんなところです。あと GDP ナウはこれ変わっておりません、4.1%。で、えっと、えっと、フレディ・マックの30年の住宅ローンですけれども、これは若干下がってますね。ここにこういう感じでこう下がってきてるっていうのが、ね、見て取れるかと思います。あとクリブランンド・レンジンの,あの CPI 予想は、結果的には彼らはですね、出る前には6.4いくつ ?4.6 とかなんとかって言ってましたから、まあ当たっているという6.64か。これが6.5になったんですよね。で、今回、あと、今度は1月の分はですね、6.31というふうに予想しています。なんか当たらんと思ってばっかしていたので、はい。で、あの、ガソリンはですね、えっと、この、 3.27に、まあ、ここら辺3.27、ここら辺からですね、で、ちょっと落ち着いてます。で、えー、っとの日の原油、ブレントですけども、これ少し上がってるんですよね。CPI 鈍化を受けて、中国の需要拡大見通しも支えっていうようなことを言っております。まあ、だから、まあ、インフレに、えー、CPI 鈍化を受けて、つまりもう引き締めすぎないから、えー、インフレ、あの 激リセッションの、リセッションになってもその度合いが軽いだろうと。ならば、まあ、石油需要もですね、落ちないだろうと。まあ、そういうような思惑ではないかと思います。で、これが、えっ、ー、と、収容指数の過去5日間。ソックスが高いんですよね。で、これがラッセル、過去1ヶ月では、小型株のラッセル2000がパ,パフォーマンスがいいと。で、年初来では、まあ、まだまだ格好になっていませんですね。ソックスがまあ、一番いいです。で、これが過去1年ではダウト。 業種ではですね、一般消費税サービス、これは多分あのテスラが戻ってるというのが大きいのかなと思ったりしてます。で、えー、っと、こんな感じ、あとは EPS、まあ、だんだん決算出てまいりますが、えー、金曜日、今晩、バンカメシティ、JP モルガン、ウェルズ・ファーゴということですね。まあ、ここら辺からちょっと注目が集まります。であと、私と箱田さんは17日、来週火曜日にも、えー、収録を予定しております。で、あとはどうでしょう。 えっと、アップルは小安かったんですよね。で、えっと、テスラも若干上がってる、123ドルですか。で私の銘柄はですね、えっと、このサービスダウンが上がったというので、全体には悪くなかったんですけども、ジブラ、ここがまあ、上がった反動で売られてましたんですね。あとは、こんなとこですか。以上ですね。ということで、えっと、これはチャート。ということで、えっと、明日、水土曜日ですが、えっと、 朝9時からやっております。日経の人生が豊かになる日経の読み方といいますかね。で、PTX でお申し込みくださいということです。それではどうもありがとうございました。失礼します。